英会話アレルギー克服専門の英会話講師大西です。こんにちは。今日は脳をコントロールすると英会話が伸びるっていう話をしたいと思います。脳をコントロールする、これはどういうことでしょうか。英会話学習というのはですね、取り組む方は結構多いんですけれども、続けられないっていうお悩みが多いと思います。これはですね、ご自身がやっている学習のスタイルを脳をコントロールするスタイルに変えていく必要があるんですね。脳コントロールです。はい、この、脳をコントロールしながら学習すると英会話は挫折しないんですね。はい、では具体的に見ていきます。脳をコントロールする方法なんですけども、これはですね、各学習段階で幸せホルモンを出すってことです。各学習の段階で幸せホルモンを出す。はい、人間はね、この脳みそからドーパミンとかセロトニンっていうね、分泌物が出ますね。これ幸せホルモンです。これが脳みそから出ていくと、私幸せって思うこのね、気持ちが高まってくるわけですね。女の人だったらどんどん綺麗になっていくと思います。はい、男の人だったらもっとお仕事できるようになると思います。とにかくこの幸せホルモンをすごく出していくということです。これ意識的に出せるんですね。つまりこれが出るように学習を進めていくということです。はい、ですね、なんでこんなことを言うかっていうと、英会話ってですね、もう気持ち、マインドが6割握ってるんですね。自分の気持ち、マインド設定が6割です、成功の。なのでもちろんね、単語を覚えるとか表現力を上げていくとかありますよ、知識のもので、知識の面でですね、あるんですが、マインドが6割なんですよ。マインド、特に初心者さんの段階ではもうこれがものすごく重要です。何か私できるようになってる、ああ英会話って私にとってすごくいい、有効だ、私の人生を良くしてくれるって各段階で思えることが必要なんですよね。これが思えると続きます。うん、で、この幸せホルモンを、ね、出すっていうことが大事なんですけれども、じゃあ幸せホルモンを出すっていうのは、この学習順序っていうのがあるんですよ。幸せホルモンを出す学習順序、この学習順序でやれば常に、あ、幸せね、ドーパミンとセロトニンが出てるっていう状態になるわけですね。はい、この状況を作っていくこと、つまり笑顔を作っていくことっていうことですね。こうやってもうすごいね、もうしかめっ面で、あ、できない、わからない、できない、やっぱり苦手、私無理ってなっていくんじゃなくって、ね、幸せホルモンをどんどん出して、ね、成功体験を重ねていく順番っていうのがあるんですね。これをお伝えしますね。はい、英会話初心者さんはまず発音からやってください。発音練習です。英語の音を全て言えるようになったら、もう幸せホルモンが出ます。だって自信がつくから。うん、英語の音全部言えるんですよ。すごくないですかね。まずは発音練習に1回全力投球してください。全力投球、発音練習に全力投球したら、もう1ヶ月もあればかなり言えるようになります。うん、だって発音練習は運動なので、みんな 100%、 100人中100人が必ず運動だから、繰り返せば言えるようになります。はい、でこれ発音練習するとね、英語の音を全て言えるようになる、成功体験ができますよね。あ、私英語の音言えるようになってる、なんか私上がる、かっこいいなってなりますよね。まずこれが大事、1回目の成功体験を作るね。そして中1文法のルールを付け出します。はい、理解するってことですね。はい、まずは中学校1年生でいいので、はい、4次性、現在形、進行形、過去形、未来形を理解する、ね、そしてあとは助動詞の can を理解する、はい、ここが英会話、英文を作る最低限の要素になります。はい、これを理解するっていうことですね。で、ああ分かるようになった、なるほど、現在形はこんな時に使うのか、ああじゃあ断定する意見じゃなくて人にアドバイスとかしたい時は can を使うのかと、ふむふむ、なるほどと、はい、理解すれば文法 OK です。で、成功体験できましたと。ああ学校の時は全然分かんなかったけど、私分かるようになってるなと、ね、中1を取り戻せたぞっていう成功ですね。大事です。そしたら次、はい、会話の音読を開始します。はい、会話というのはこういったのはテキストですね。自分に合ったテキストを選んで、この会話をですね、シーンをつかんでイメージを捉えてね、 Repeating, Overlapping, Shadowing、 最終的なシャドウにですね、テキストを見ずに CD の音に 0.5 秒ぐらい後についてどんどん吐き出せる脳みその回路を作っていくわけですね。はい、この会話の音読を開始します。はい、
で会話の音読は最初ね、最初からスラスラ言えません。まずは1文ずつ CD 止めて、まずは1文を言えるようになるね。こっからですね。はい、初めての方は本当最初難しいと思います。でもこれもね、発音練習と一緒でできるようになります。繰り返せば必ずできるようになります。はい、で最終的にシャドウイングですね。最終的には CD を見ずにとっとこ追いかけられるようになります。そしてそれを重ねていくと、今度はすごくリラックスして、すごくリラックスして体全体で英語を浴びられるようになります。こう耳を澄ましてすごい戦闘態勢で聞くという感じではなく、シャドウイングを続けていくと、どんどん口が軽くなっていくとね、口が軽くなった先は今度はですね、会話の内容とか人々の気持ちに思いを馳せれるようになるんですね。なのでリラックスできるわけです。リラックスしてうーんって感じで鼻歌を歌うようにシャドウイングができるようになります。はい、そうなるともう体全体で英語を感じ取れるようになるんですね。そこまでいったらものすごく伸びてます。はい、ということですね。でこれと合わせて実践練習を掛け合わせていきます。要はですね、会話の音読って結局まだお膳立てされた世界、まずはこれをね、内容を理解して、ね、まずはスラスラ言えるようにする、最終的にシャドウイングでテキスト見ずに言えるようにするっていうのは一つなんですが、一つの運動なんですけれども、プラス今度は自分からアウトプットする力がありますよね。アウトプットね、はい、お膳立てされてない世界で自分の力でこの気持ちを言いたいときに主語動詞、そして何の時世を使おうかな、主語動詞キャンを使おうかなとか、自分で要素をピックアップする、そして出すっていうのがスピーキングですよね。これは実践練習が必要になります。なので相手を誰か作って、それが先生だったり、英語を話す人だったりですね、とにかく実践練習場を設けると、これ大事ですね。これを掛け合わせていくわけです。そうすると入れた、ね、音読でインプットしたものを実践で出せる、インプットしたものを出せる、インプットしたものを出せる、この循環が成功体験をどんどん広げていきますよね。はい、ということで英会話学習はですね、この成功体験を積み上げていく順番でやらないと挫折してしまうんですね。はい、特に初心者さんはですね、一番肝心な時期です。まだ体の中に、自分の中に英語を話せるようになってるとかできるようになってるっていう成功体験が全くない状態なので、一個ずつの過程プロセスに成功体験を入れていく必要があるんですね。つまり幸せホルモンを出しながらやっていく必要があるわけです。だから闇雲にやっても幸せホルモン出ないんです。成功しないからですね。はい、幸せホルモンが出るとどんどん自分のことが認められて、どんどん自分を褒めたくなります。自分のことが好きになっていくわけですね。はい、そんな感じで英会話学習ってやっていくとどんどん伸びます。これはですね、意識的にコントロールするものなんですね。意識的にできることなんです。はい、なのでご自身がやっていらっしゃる英会話学習、なんか続かないなとか、なんか面白くないとか思ってるんだったら、順番が違います。順番が、幸せホルモンを出す、ドーパミンとセロトニンを出す、ね、成功体験を積み重ねる順番になってるかっていうことを今一度考えてみてくださいということですね。はい、この順番でやっていくと初心者さんを脱出できるわけですね。で、初心者さんを脱出したら、一つの、ね、初心者を脱出したという大きな成功体験が得られてますよね。初心者を脱出したという大きな成功体験、もう私は英会話初心者ではない、ね、初心者は抜けたっていう、これが一つの大きな成功体験。そしたらもう次は最初よりは簡単ですよね。成功体験を携えて次のレベルに行けるわけじゃないですか、ね、そしたら次はもっと早く伸びる。なので初心者のうちにこの成功体験を順番に重ねられる、幸せホルモンを出しながら学習するっていうことがすごく大事になります。はい、今日何か気づきがございましたらグッドのボタンを押していただけますと大変ありがたく存じます。英会話初心者さんにとって必要な内容を抽出してお話ししております。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。